高知市道路原表国道55号終点高知県、高知市県庁前交差点国道55号は、徳島県徳島市から、室戸市を経由して、高知県高知市に至る、一般国道である。室戸岬沿いを通過する高知県室戸市、埼浜町路線全体の、約半分が、室戸岬を含む海岸沿いを占めており、急勾配、急カーブもほとんど存在しないことから、 ドライブコースとしても利用される。沿線の高潮防ゾーンは同時に台風上州地帯でもあり、夏から秋にかけては沿道の山腹崩壊や落石、高波などによって通行規制が敷かれることも少なくない。また、大津波警報の発令など津波の襲来が予想される場合にも通行規制が敷かれることがある。市街化が急速に進んだ徳島市南部。 バイパス整備が遅れている阿南市立花地区、また1970年代早々に4車線路が整備された高知市南国市などは交通量が大変多く渋滞が発生しやすい傾向にある。高知県東洋町室戸市の海岸沿いの区間は四国地方整備局から発表されている道路の走りやすさマップにおいて最良の S ランクの評価を受けている。 徳島市沖浜付近から小松島市芝生まで及び阿南市福井から室戸岬を越えて港南市野市までは現代の遍路道となっており多くの遍路が利用する道となっている一部に別ルートや急道、自転車専用道路などがあるのでそちらを利用する遍路が多いが南町日和佐から秋市街地までの区間では数多く歩き遍路の姿を見かける 日和佐の薬王寺から室戸岬の西岬寺まで約 75km の間には四国88箇所寺院がないため中には暑い日中を避けて夜を徹して歩く遍路もいる。また高知県秋茂山において上下線が分離されている。理由は新木である、なの木のためである。 一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び重要な経過値は次の通り。阿南道路徳島県阿南市中川町南国バイパス、高知県江南市の市町、西の自動車専用道路国道32号へ、合流高知県高知市ケラ港主なトンネル主な、橋梁道の駅休憩小や歩き変路のための休憩小屋が設置されている。 高知県室戸市室戸岬町三戸地区室戸岬室戸市浮津では元日の未明から朝にかけ一方通行規制が敷かれる。これは初日の出見物客の車が室戸岬付近に集中して交通麻痺状態となるのを防ぐために取られている措置であり、規制中、区間内の車は下り方向にしか進めない。上り方向の代替コースは 室戸岬を経由しない高知県道202号椎名室戸線となる。また、徳島県内でも1月は徳島駅伝があるため通行規制が敷かれる。事前通行規制区間徳島から高知まで室戸岬を経由して、紀伊水道と太平洋の海岸線沿いに道路が走る。室戸岬の前後 30km の区間は、 ほとんどが海を眺望する海辺の道となり沿道には大小様々な港が点在する。阿南道路との接続路線については当該路線記事も参照。ありがとうございます。